写真拡大。阪神 D3 位及川、横浜港が3日、鳴尾浜のグラウンドに姿を見せ、約30分のウォーキングなど汗を流した。7月29日のウエスタンソフトバンク戦、タマホーム筑後では2度目の先発で5回10安打5失点。スライダーの制球が定まらず、直球を狙い打たれた。スタミナ面が課題として出たので、意識を高く持ってランメニューをしたりしていますと明確な課題を口にした。